士、リニューアルされた富士スバルのホームページは情報が盛りだくさんで楽しいですね。そうじゃの、キャンペーンやイベントなどもそうじゃが、何よりメンテナンスについての情報が充実していてよいの。もしかしてだけど、もしかしてだけど、これって非常にヤバいんじゃないの。セニョールさん、どうしちゃったんですか。すっかり忘れてたんだけど、僕の車の車検が今日で切れてしまうんだよ。なんじゃと、なんでそんなになるまで放っておいたんじゃ。スバルのお店から車検の案内があったじゃろう。はい、この通り案内もいただいてましたし、電話で連絡もいただいてました。え、じゃああとはセニョールさんの都合がいい日を決めてスバルのお店に連絡取るだけなのに、なぜしなかったんですか。しようと思ってたんだけど、ほら僕って真面目だから日々研究にほっとしてるからさ。気づいたらいつもスバルのお店の閉店時間を過ぎて連絡できないでいたなんてオチじゃろ。え、なんでわかるんですか。セニョールさんはわかりやすいですからね。でも本当に真面目に研究してたんですか。セニョール君が真面目に研究していたかは分からんが、スバルのお店の営業時間外でも車検点検の入庫予約ができたらいいと思う人は結構おるはずじゃ。今回は真面目に研究してたのに、じゃあ博士、いい方法を教えてくださいよ。分かったわい。では今回の指令じゃ。セニョール君、バッグの中を探してみなさい。え、あ、はい。指令がありました。ウェブ入庫予約を研究せよです。ウェブ入庫予約、もしかしてだけど、もしかしてだけど、車検点検の予約がインターネットできるんじゃないの。星野君までどうしたんじゃ。まあいい、その通りじゃ。新しくなった富士スバルのホームページでは車検点検の入庫予約ができるのじゃ。セニョールさん、その車検案内の DM に載ってなかったのですか。え、あ、載ってる。そうか、僕のように日々多忙な人でもスバルのお店の営業時間を気にせずいつでも点検の予約を入れることができますね。セニョール君が多忙かどうかは知らんが、24時間365日、いつでも点検予約を入れることができるんじゃ。博士、インターネットを使っているってことはいつでもってことに加えてどこからでもできるってことですよね。そうじゃな。海外出張中のお客様が帰国後に点検をお願いしますと予約を入れてきたケースも実際にはあるそうじゃ。インターネットならではですね。セニョールさん、ちょうど博士と富士スバルのホームページを見ていたんですよ。ではみんなで見てみるかの。インターネットで入庫予約をして富士スバルのお店から電話連絡が来て予約の確定となるのですね。お店の入庫状況によっては希望に沿えない場合もあるからの。お客様の希望通りにならない場合もあるので、どうしても電話連絡は必要になるのじゃ。ここにある車検点検概算見積もりシミュレーションというのは何ですか。車検や点検にかかる費用がおおよそどれくらいの金額になるのか試算することができるのじゃ。確かに車検や点検にどれくらい費用がかかるか気になりますよね。事前におおよその費用が分かっていればお金の準備もできますしね。あくまでも概算金額ということを忘れないようにの。はい、わかりました。車検のお客様は事前におおよその金額を把握できる車検3ヶ月前無料診断をしておくことをお勧めするぞ。博士、ここで富士スバルの店舗を探すこともできるのですね。今まで富士スバルとお付き合いのなかった方でも自宅の近くにある店舗を簡単に探せるようになっておるのじゃ。ああ、これは便利ですね。
博士、その店舗検索の横にある待ち時間に無料インターネットっていうのは何ですか？これは富士スバルの全店舗で Wi-Fi を導入しておるのじゃ。お車の点検をしている間の待ち時間にお手持ちのスマートフォンやタブレットなど高速通信でインターネットがお楽しみいただけるということじゃ。点検の待ち時間も退屈せずに過ごせるっていうわけですね。あと入庫予約をするためには車の情報と連絡先などのお客様の情報を入れる必要があるのじゃよ。でも博士、せっかく教えていただいたのですが、僕はパソコン持ってないので使えないですよ。何を言っておるのじゃ。富士スバルのホームページはスマートフォンにも対応しておるのじゃ。じゃあパソコンだけでなくスマートフォンからも予約ができるんですね。そうなんですか。じゃあ早速ウェブ入庫予約してみます。車検点検の入庫予約は24時間申し込み OK のウェブ入庫予約で決まりじゃ。っていうか今回のセニョールさんの場合はそんな悠長な話をしてる暇はないんじゃないでしょうか。もしかしてだけど、もしかしてだけど、そうこうしてる間に車検が切れてしまうんじゃないの。もうええっちゅんじゃ。